よし、やるか。ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちはロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるんなら俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！ルオゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカ！ほんとに頑丈なやつだな。ほんじゃもっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。私はもう死にたいのよ。ガッハッハッハッ、このタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある
170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、ん、あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイヤーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。
りニコ・ロビンを海軍本部へ連行する。その準備を急げ。おい、奥の方へ続く道がねえぞ。左右の塔で羽橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族、私が相手になろう。ロケット、見せてやるよ、三刀流の極意をな。もう一箇所も落とさねえと奥の塔へ続く羽橋は降りねえらしいな。あいつらもう近くまで来てやがる。捕まってる場合じゃねえ。カディフラも取り押さえろ。奴を絶対に逃がすんじゃねえ。向かうぞ。準備しろ。信じよう。必ずみんなが来てくれる。
コロビンを助けたきゃまず俺に手いかせ。ヤツらの行き先は分かってる。頼むぞ。ここが片付いたら俺が先導してやる。私は狙撃キング。ひるみはしないぞ。頼むぞ。連れてこい。ためらいの橋の支柱で迎え撃つぞ。無駄じゃ。ためらいの橋へ通じる扉の鍵はわし。すまない、助かった。やっぱり俺には。い
命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ。状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が？そうか、分かった、分かったぞ。俺にしかできねえことを。安心しろ。見た目と違っていたぶる趣味はねえからよ。瞬殺だ。敵の進路を封鎖できねえか試してみる。なんなんだよてめえは。あの幸薄いバカ女へのどを取り壊しゃ通路の扉を閉じられる。議員のパワーをフルに活用した四刀流、もはや貴様に勝ち目などないわい。麒麟のパワーも本当にもう何一つ俺に勝てる根拠にはならねえ。狙いの勝ちか。ここからなら狙い撃てそうだな。
仕上がれ。了解。我が物。とくと見よ、キリンという野生の底力。くれてやるわい。おい、CP9 落としろ。何やってんだ、海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫、バスターコール用の。なんてバカなことを。うっかりした、バスターコールをかけちまった。よく来た。あ、後のやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。ロビンがいるんだろう。いるだけだ、会えやしない、もう二度とな。長官はニコロビンを連れて先をお急ぎに。私はここで海賊を始末しておきます。共にここまで踏み込まれるとは、ルッチがいて助かったぞ。止まるな、生きてるだけで犯罪女。正義の門はもうすぐそこだ。この者、この島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを
逃がすために俺たちは来たんだ。望むのさあ、来い。こう言ってんだよ。てめえ、いい加減に。なんだれ、離れねえ。こいつ、石橋に食らいついていやがる。なんて往生際の悪い女だ。いまいましい。死が、こんなにも怖く感じる。知りたくない。ここは動かない。みんなが必ず助けに来てくれるから。負けられるかバカ野郎。これをこの一丁羅にかけて。ラビア、嘘っかい。このまま来てたのか。横が地獄じゃあるめし。お前が死にそうな顔すんだよ。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。このまま CP9 を敵に回すことがどういうことか教えてやろう。まだまだ。希望などねえんだ。さあ歩け。おい、パンチ。ジョンギ。ロボモノ。ジョンギ。ロボモノ。ジョンギ。ロボモノ。ロビンを行かせてたまるか。おい、パンチ。一緒に帰るぞ！
せろ。エニエスロビー、そのすべてを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。おい、見たか、これが俺が発動したバスターコールの力。これが正義だ。どうすりゃいいんだ。島を消すだけ。それがバスターコール。
ないなら、あの女ごと吹き飛ばせ！と、最初青木寺から言われている。最初青木寺より、しかし狙え！異変軍、攻撃開始！どうするだ？逃げつけ！死に！もうダメだ！世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ、なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがね。どう思う？
そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。ゴーイングメリー号か、いい船だな。みんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ポも破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。Hey!